今回はオキシクリーンを使ってお風呂の排水口の掃除をやっていきます。ではまずはじめに蓋を開けて汚れ具合をお見せします。はい、筒です。ブヨブヨ石鹸カスがついてますね。はい、毛とかゴミがついています。そして便です。このあたりブヨブヨ石鹸カス結構溜まってます。一緒にお風呂の栓も洗っていきます。鼻の中の水たまりを見ていきますけれども、結構濁ってますね。それでは掃除を始めていきますが、まずは水洗いをしていきます。はい、蓋から洗っていきます。このブラシは使い捨ての歯ブラシです。少し首を曲げてます。で、水洗いしたパーツ類はバケツに入れていきます。今度は排水口の周りを洗っていきます。穴の中も洗っていきます。今度はシャワーをバスタブの穴から流していきます。この時に水からお湯に変えます。はい、暖かくなりましたのでここでシャワーを止めます。キュキュッとクリア除菌を少し入れます。だいたい 10g ぐらいですね。そして混ぜます。奥の方にも送り込んでしっかり混ぜます。で、ここでいよいよオキシクリーンの登場です。いっぱい入れます。はい、いっぱいパラパラ入れていきますね。しっかり混ぜて送り込みます。で、このオキシ液を使って周りをブラシ洗いしていきます。今度はパーツ類をオキシ付けしていきます。はい、お湯を張ります。パーツ類が浸かりましたのでオキシクリーンを入れていきます。2杯入れます。はい、バケツのお湯の量はだいたい7リットルぐらいですね。そーっと混ぜます。で、蓋をして放置ですね。鼻の中はこんな感じです。しっかりつけ置きしたいので最低30分は放置しようと思います。はい、あれから1時間ほど経過しましたが、鼻の中の泡はこんな感じでさらに上の方まで来ているんですよね。それでは流していきます。次は排水口の中を注いでいきますけれども、このオキシ液をまずは流していきます。それでは排水口の周りを進みましたらバスタブ側から注いでいきます。水が済んだらこれで掃除は終わりです。どうもありがとうございました。